盆踊りの一例盆踊りの一例盆踊りは、盆の時期に死者を供養するための行事、またその行事内で行われる踊り。誰でも踊りに参加できるタイプと、主に見せるために限定された踊り手が踊るタイプとがある。前者は、広場の中央に矢倉を立て、倉の周囲を回りながら、温度に合わせて踊る形式が一般的である。 盆踊りの伴奏音楽としては多く温度が奏でられる。近年は録音された温度を電気的に再生して行うことが主流になっている。歴史的には、村落社会において娯楽と村の結束を強める機能的役割を果たした。そのため、各地にご当地温度も多く存在し、自治体や商工会などが作成したオリジナルの地域的温度も増えている。 明治以前は、歌書きなどの風習に結びついていた。お盆の時期に行われるが、宗教的意味合いは薄く、農村や庶民の娯楽として楽しまれてきた。明治時代から大正時代にかけて一時衰退したが、復活が叫ばれるようになり、大正末期から農村娯楽として奨励され始め、再び盛んになっていった。もともと盆踊りがなかった土地でも新作して踊る。 ところもあり、町内会の祭り行事としてだけでなく、阿波踊りやエーサーなど、一地方の盆踊りから全国に広まったものもある。夏休みの間の大きなイベントの一つである。かつては夜通しで行われることも多かったが、近年は、治安維持のため深夜まで行われることは少なく、なっている。国内外の各地に、盆踊りの会や教室がある。 2020年2月19日、文化審議会は、国連教育科学文化機関の無形文化遺産への登録を目指す、国内候補に、風流踊りを選んだ。盆踊りや、念仏踊りなどとして伝承された23都府県の37県を、まとめて一つの遺産とみなし、3月末までに政府が、ユネスコに申請書を提出。 2022年11月頃のユネスコ政府官委員会で登録可否が審査される見通し。盆踊りはもともとは仏教行事であるとする説、歌書きの威風とする説、原始信仰の儀式だったとする説など諸説あるが、文献に最初に登場するのは室町時代と言われる。平安時代、空や商人によって始められた踊り念仏が民間集族と集合して、 念仏踊りとなり、裏盆会の行事と結びつき、精霊を迎える、死者を供養するための行事として定着していった。死者の供養の意味合いを持っていた初期の盆踊りは、アラ盆を迎える家に、人々が赴き、家の前で輪を作って踊り、家人は踊り手をごちそうでもてなした。盆には、死者が家に帰ってくるという考え方から、放火ぶりをして、人相を隠し、 死者の生き返った姿に憤した人がその物語を演じたという。踊り念仏は、鎌倉時代には一辺商人が全国に広めたが、一辺や、同行の二層らは念仏で救済される喜びに、衣服も裸け激しく踊り狂い、宝越境へと庶民を巻き込んで、大ブームを引き起こした。それ以降は、宗教性よりも芸能に重点が置かれる。 念仏踊りが生み出され、人々は、さらに華やかな衣装や、振付、道具、音楽などを競うようになった。室町時代の初めには、太鼓などを叩いて踊るようになったと言われている。現在も、初盆の供養を、目的の盆踊りも地域によっては催されている。太鼓と、くどきと呼ばれる歌に合わせて踊る。くどきは、地区の伝統でもある。 初盆の家を格好を回って踊るところもある。昔は旧暦の7月15日に行われていた。ゆえに盆踊りはいつも満月であった。鎌倉時代以降、経済力や自治力を得た民衆により新規な思考が次々に考案され、江戸時代初頭には絶頂を極めることになる。江戸では7月に始まり連日踊り明かしながら10月にまで続いた。 次第に、ボン踊りは、性の解放のエネルギーと結びついていく。日本では、性は、神聖なものとされ、神社の祭礼をはじめとし、念仏校護衛化公など、世俗的宗教行事の中心に非日常的な性なる、性があるべきと考えられるようになり、ボン踊りは、性の解放エネルギーを、原動力に性的色彩を帯びるようになる。 明治時代にはしばしば風紀を乱すとして、警察の取り締まりの対象となって一時は激減していた。盆踊りは未婚の男女の出会いの場に留まらず、既婚者らの一時的な肉体関係を持つきっかけの場をも提供していた。雑魚寝という男女が一堂に泊まり込み乱行を行う風習も起こり、 盆踊りとも結びつき広まり、雑魚寝堂はほとんど全国の農村には存在した。これは昭和時代に至っても続いていた。出雲の奥にによる一風変わった断層の念仏を踊りは、歌舞伎踊りと言われた。以後、歌舞伎など様々な芸能へと派生していったが、歌舞伎も売春を伴い幕府より厳しく、取り締まりを受けていたことから鑑み、 盆踊りに限定されず、芸能全般に性が結びついた江戸文化風俗の一端と言える。伝統的には、矢倉の上の太鼓型、温度踊り並びに踊り子は浴衣を着用することが多いが、一般参加者はカジュアルな平服でも良い。踊り手が同じグループである場合、揃いの浴衣を着ることが多い。また、内輪を背中の帯に差し込んでおくこともある。 男性は、鉢巻きをし、腰に陰籠をぶら下げて踊ることもある。地方によっては、狐などの仮面をつけて踊る場合や、舞台化粧並みの厚化粧をして華やかな衣装で踊る場合がある。国指定の重要無形民族文化財並びに、国の選択無形民族文化財に選択された、盆踊りを列挙する。南米のブラジルには、 祭りダンスというブラジル風に進化した盆踊りがある。日系三世のグループ、グループ三世が始めたもので、J-POP などの曲に合わせて、全員で同じ振り付けを盆踊りのように繰り返して踊る。日本の盆踊りのように輪になって踊ることもあれば、観客がその場で一斉に踊る場合もある。1988年に、 ロンドリーなしの日系人のカラオケ教師が考案したものだが2000年代に入ってから日本関連のイベントで踊られるようになりブラジル各地の日系コミュニティやアニメイベントなどを通じて広まったアルゼンチンでも1960年代日系人が行っていたボン踊りが各地に残っており中でもラプラタで行われるものは最大級の規模になっている 北米のアメリカ合衆国のハワイ州、カリフォルニア州、ニューヨーク州、カナダのブリティッシュコロンビア州など日系人が多い地域で夏にボンダンスが行われる。ハワイではごくひなびたところでも毎年ボン踊りが開かれる特にハワイ州で盛んで、主要ごとでまんべんなく6月から8月の金曜日を含めた週末の夕方行われて新聞。 雑誌などでも毎年スケジュールが発表される。仏教ミッションで行われる場合が多く、過去1年以内に亡くなった人々の家族の、商工などの仏事が先立つこともあるが、ほとんどは宗教職がない。神社やショッピングセンターで行われることもある。踊りは1時間から2時間の間に20曲くらいが録音で演奏され、同じ曲が繰り返されることは少ない。 地域差はあるが、ハワイ島西部では、通常、単行節で始まり、途中、河内男節では、バチが配られて、それを持って踊り、会の初めに寄付金を納めるときに配られる手ぬぐいを持って踊る、浴衣温度もあり、アメリカ発の、ビューティフルサンデーなどの歌が使われたり、ハワイ州では、広島県、山口県、熊本県、 沖縄県からの移住者が他県よりズバ抜けて多いので、歌に特徴がある沖縄の歌、朝とやユンタや遊び庭などで踊ったり、最近では子供向けのポケモン温度や若者向けにズインバを踊ったり、最後は福島温度で終わることが多い。また、太鼓隊がヤグラを囲んで景気をつけるのが通例であり、ハワイは人種間結婚が進んでいるので、見るからの日系人もハオレも、 ハワイ人も器用に踊るのが見られる。特に盛んな地域では事前に練習会も行われている。ありがとうございます。